それでは、事後調査。えっ、ー、と、半球杯と中山記念特殊生活広報ですので。はい、行きますよ。はい、えー、っと、今週は日曜日しか重症ございませんので土曜日はまたノン重症レース。こちらまだ対象レース決まってないんで、また明日本チャンでお会いしましょう。はい。で、えー、開催順が多分しか半球杯からですね。えー、今週から阪神と中山が開催しますよ、ということで。 はい。えー、っと、あれですよね。もう G1 のシーズン入っていくんですよね。そうですね。ハッシュ開催ですか。そうですね。サツキ賞もですね。お菓子とサツキ賞ありますんで。はい。皆さん頑張りまーしょう。はい。前置き長すぎました。ありがとうございました。ハンキューヘイは自転車を押され何を言ってたかっていうと、えー、っと、本命ミスターメロディー、藤原さんに福永さんで一番人気でしょうけど、本気かなと思ってたんと、 はい。まあ、前走も強い内容でしたっけど。はい。あ、大名藤黒三角。こちら理由覚えてません。ごめんなさい。何やったんやろ。<laughs> 何やってんの。<laughs> 忘れました。前走一番人気以上かな。なんかそんなんだけ言った気がするけど。二走前、阪神カップ四着が、えー、ですね。はい。ぐらいなんかあんま覚えてないぞ、俺。どうしたんや、俺は。俺はどうしたんや。う曜日の記憶、土曜日ちゃう。月曜日の記憶を思わされてるぞ、俺は。エントシャイデン特注ボーったのなんとなく覚えてる。なんとなく覚えてる。 なんとなくならなんか姉妹がいいなみたいな話通っただけかな。全然覚えてない俺。やばいな。でも3走前32秒3って意味やからしやしな。うん、それぐらいどうなんでしょう。すいません。全然覚えてないな。はい。ごめんなさい。で、えっ、ー、と、一応開幕週ってことで、えー、去年は確か、えっ、ー、と、ダイアナヘイローが逃げ切ったんですね。はい。えー、開幕週らしく。で、えっ、ー、と、阪神カープと阪急杯。はい えー、一応位置づけ的にはね、えー、同じ舞台となってるんですけど阪神カップは、えー、マイルチャンピオンシップ惨敗組等々ですね大体いいマイルからの路線と、えーまあ、スプリントからの路線もあるのかな、まあ、ぶつかり合いを戦えてあるんですけど阪急杯に限っては、えー、こちらの位置づけは高松の夢記念の前哨戦となってますんで、はいえー、どちらかというとスプリントねダイアナ・ヘアルもそうですけどどちらかというとスプリント系が えー、まあ、多いってことで。うんはい。で、自然とだから、えー、マイル・走る馬たちよりは、全球のポネりやすいと。うんっていう一応、傾向出てたんですけど、最近はちょっともう、どっこいどっこいですね、正直。うん、えー、去年もモザースコットがここを使ってるぐらいに、まあ、マイル路線でも使えないことないっていう舞台で。うん だから最近結構荒れやすいですよね。はい、えー。2年前もトーキングドラム昼のデーバル長ガオリオンとちょっともうようわからん、ようわからんっ失礼やけど、ようからん決着になって思ってるんで。はい。それまでね、ある程度半信、半球杯か。ある程度硬いレースが続いてたんですけど、最近ちょっと路線の変更が結構目立ちました。あんまりですね。3年前とか結構バッチリ、バッチリ決まった気がするんですけど。はい。で、今年どうかなってことで、 えー、まあ正直ね事前調査ねそんななんかネタ言うてなかったはずですわうんで、えー、今回は、えー、もうちょっと事後調査真面目にして真面目にしたうん俺はちょっと今回は真面目にしたうんちょっと今回真面目にしたうん 真面目真面目にした、うん。で、ちょっともう一回考え,直考え直したいとはちょっと語弊あるんですけど、はい、えー、なんかデータ引っ張ってこようと思って、半旗杯結構最近、えー、めんどくさいぐらいやられてるんで、はい、ということで、えー、過去3年、なんか拾い上げてこようと思って、はい、えー、まず去年ですね、ダイアヘロ買ったレース、何を見ますかってことで、まあ正直ね、展開とかね、ラップ傾向とか見ても毎年変わるんで、前はどうでもよいなと思って、枠順、うんうん、開幕式で宇宙売りって、 って言われてたのに、去年まさかの外外で決まってもった、あ、あ、ああと思って、はーと思って、はー。まあ、基本うちが有利なんで、まあ、四五、四五六着は確かにね、うちは来てるんですけど、いやいや、四五六着じゃあ馬券機絡まんのかいってことなので、なんか調べようと思うダイアン・ヘイローが、えー、もしかしたらヒントやったかもしれません。はい、えー、ダイアン・ヘイロー今年出てますけど選ばんかった理由といたしまして、ダイアン・ヘイローさんって、 ね。前回事前調査で言ってましたけど、人気ない時ノーマークの時に強いよってことを前回言いました。半、神半カップ京半杯、はい、ね。11番人気、十一番人気で1着、3着。はい。で、人気集めたセントール、北九州記念等々1番人気に支持されると負けますよと。はい。半九杯、去年も勝ちましたけど、こちらも7番人気で勝ちましたよと。今年豊か、さのとおそらく1、番人気になる中ですね。このままちょっと今年はしんどいと。はい。 っていうヒントを与えてたんですね。で、これはもうちょっと噛み砕いてみると、はい。えー、去年の大変アロそうです。ここはポイントはね、人気ですわ。はい。ってことで、大変アロさん去年買った要因、要因って言ったらけど、はい。えー、前奏重賞の一番人気で惨敗ですわ。ここですね。これ基本ですね。どこでもね。はい。前奏人気からの惨敗。ここです。 はい、簡単。はい、簡単。で、去年ディレクター、モズワ・スコットとレッド・ファルクスですって、まあ、モズワ・スコット。はい。はい、前走、重賞、しかも阪神カップ一番人気からの、まあ、惨敗というか負けですね。ここです。はい、簡単。はい、簡単。レッド・ レッドファルクス3番人気ですこちら G1 の3番人気ですよ。G1 の3番人気。まあまあ指示ありますよね、はい。こちらで惨敗。ここで決まりました。まあ、簡単。まあ、この3と。で、まあ、この人気組からの惨敗ってね、まあ、堀岡新庄はなんとか、なんともがいとばいると思うんですけど、うん、まあ、ボックスで買うならいろいろ調整したら、正直もレッドファルクスと、もう、モズワカスコットなんか人気も支持されて強いの分かってますから。うん。 まあまあ、こっからダイアンヘロは抑えれんことなかった場系なんでね。ね、スプリンターズも4番人気惨敗なんでね。うん。これ考えるとそんなに去年んね。えー、私、無印のダイアンヘロいて何言ってんってことなんですけど、まあ、この傾向さえつかめれば今年も簡単じゃないかなと思ってます。はい。予想は超一。結果は知らん。以上です。はい。で、それを踏まえてみると、2年前のトーキングドラム。こちら前奏。まあ、オープンで5番人気微妙なんですけど、一応5番人気4着。これ微妙だったんですけど、うん。 で、日着場のヒロノデイバローも、ヒロノデイバローは逆です。はい、逆のパターンもありますよ。はい、前奏、全然人気なかったのに頑張って四着。これがね、意外とね、来るんですね。で、こういうね、前奏不人気の馬が、馬券絡みそう、上がり使かってお、おって思わせるときでも、やっぱりその後で人気層出ないですよね。結局、その前も4番人気、しかも16倍の馬なんでね。うん、これも狙い目です。うん、意外とね。 前走2桁人気で4、5着のまって、その次人気出ますかで、絶対出ないんですよ、基本は。うん。どんだけ前線しても、そんな重き人気は出ません。はい。で、3着誰でしたっけあ、ながらオリオンね。はい。ながらオリオンは、はい、こちらもオープンで3番人気で5着なんで、しかもガ、はい、の該当の馬って正直ね、1番人気指示された馬がおらんかったんですよ。ね。で、それ考えると、この5番人気とかね、 はい。ええー、さっき言ったこの3番人気。これ結構比較的人気出てましたんで。でそれ考えると抑えれんことなかった馬券です。まあちょっと難しかった結構ありますけど、このー波。まあ確かに修士を本名と私が言うのもナンセスですけどね。逆に言うとやっぱ修士とか狙い目じゃないかな。7番人気で、えー、人気ない時に勝ちましたけど、で、今回1番人気でこんな人気でしょう。こうたらあかんいや、来るか知らんけど、期待値激薄やろなんで俺は本名歌や、これ。 あちっちゃぽうと思っすいません。ごめんなさい。これはご,ご情報でしたこ。これは非常にご情報。はい。ロサギガンティア4番人気5着。いいんですけど、今回2番人気。嫌です。それやったら、前奏5番人気4着のトーキングゼラム選びます。はい。で、えー、その前奏のレベルがね、重症だろうが、まあオープンだろうが、まあまあそこまで目つぶってそんな隠さないんで、ここは目つぶっていただいても大丈夫です。オープンまで大丈夫。ちょっと条件線になると、 ってとこありますけど、まあ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 と思って、まあ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 、幅広く考えましょう。はい。私のデータなんかね、アバウトです。えー、はっきりとしたデータ、例えば3、4、2、3とかね、あん、何パーセントとか、はっきりとしたデータ欲しいやら他のとこ見に行け他の競争感とこ見に行けそんなもんそんなもん俺が読んでも至ってるんじゃ、そんなもんアバウトやから競馬おもろいんや頑張ってくださいはい。えー、ちなみに3年前のミッキーアルどうでしたかっていうと、 はい。三でバイドビッキーアイルはこちら。はい。こちらは、ちょっと見たか。でも、スプリンター4番人気4着やし。はい。えー、あと何やったっけな。オメガメンデッタもうはい。京都金塊2番人気12着ですから。まあ、これ見てたら、買いんことなかったんかな。ブラビシモさん、1番人気ですもんね。こちらも1番人気5着と。はい。変えん、ー、ことなかったデータでした。ありがとうございました。で、この過去んのデータ踏まえるとですね。 はい。今年はうまくいくか知りませんけど、これ考えるとミスターメロディー買いづらいですね。2番人気2着で前線堅実マンですけど、買いづらいというか塾にしづらいですね。はい。今回1、2番人気。まあ、まあ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 一番ミスター平均って感じなんですけど、まあ本命はちょっと言い過ぎかなーというこっまあちょっとだけ下げましょうかーってことで、まあ対抗、対抗ぐらいしとく。対抗、対抗ぐらいしとくか。一応対抗しとこう。で、ちょっとエントシャインはちょっと言い過ぎたかも、まあ、まあ一応黒さんぐらいしといて、白さんぐらいしといて。はい。ここですね。はい。改め本と特注版 てお,けておきます、ねはい、で本命は自動的にこうなってくると、はい、前奏を見た中で、はいえー、人気支持受けて今回、えー、にに人,気人気されと前奏人気あって残、えー、敗しましたかつ今回人気が出づらいでしょうっていうのを探すと、はいえー、まず人気前奏、まあ、3番人気になっているのが該当部まず3とです。えー、大名富士と えーっと、誰やこいつえー、すみません。名前出てきないレッツゴードンキ。まあちょっとダートでちょっと路線が違うんですけど、レッツゴードンキと、えー、ロジック,クライがいます。ただですね、レッツゴードンキとロジックライに限っては、えー、いくら前走団廃者がっと人気出ます。えー、お相手でもレッツゴードンキ、レジックラー多分2、3番人、4番人気ぐらいは背負いますと。うん。ロジックラーも面白いんですけど、まぁ、あ、人気背負うんで、まぁ、あ、無印は言いすぎですけど、一旦ここは自己調査なんで、一旦印はまぁ打たないでおいて。ってことは、もう自然的に本命はっていうと、 はい。前奏一番人気で惨敗いたしました。はい。大名字ですね。今回も多分全然人気ないと思います。似てるかな。はい。大名字4名打ちます。えー、前奏一番人気だったんですけど、えー、今回のメンツ考えますとですね、おそらくここは7、8番下手し、6番人気以降に落ち着きます。一番美味しい期待値は出ると思います。来るか今回は別にしてね。うん。安心カップ10番人気4着やったんですよ。 これが逆にヨド短距離一番人気で買えるかというとノーでしたよ。うん、まあ、えー、ベスト1200やからっていうより多分皆さんベタ買いしたんでしょうけど。うん。いや、でもこの舞台、さっきも言った通り、スプリントが集もる路線ですし、大体1000人のスプリントの馬が結構この舞台、距離延長しても勝つ舞台になってますんで、正直ね、距離長い短いも正直関係ありません。むしろマイルたちの馬がね、この激流の流れに苦しんで負けるパターンが多分多いと思われます。うんでまあ えー、アドチオステークス、ね、後々言えばノス・モズ・アスコットを芝いてますし、はい、えー、専用でも活躍が目立ちます。ただまあ、京都の下手なとこが好きっていう見解もありますけど、まあ、中山こなしとるんで、特にサカはカね、阪神では問題ないと思います。うん。はい、前走前行て7着ですけど、うん。まあ、ほとんど後ろからアンバル以外はね、ほとんど後ろからぶっ刺してきたが多かったんで、うん。 全然今回ははありやと思っています。はい、実力馬大名富士両,、えー、両馬場決戦を望むってことってはい、えーまあ、前走ねよ探短していくちょっと馬場がねやっぱ京都特殊やったんでちょっとやっぱしんどかった馬場やったね多分ね はい、カレーバーバーが得意でって書いてますんでやっぱそうですよね、はい、開幕週は両馬は開幕中の両馬はいいって書いてるんで今回頑張ってください6番人気以下やったら非常に美味しいですねはい安城和田流さんのリカーリですけど面白いですね、えー、和田龍さんですって和田龍さん初めてですかね多分ねはい基本サッチーさんがずっと思ってたんですけどサッチーさんがね昔結構思ってたねこれ知ってるこれ最近はね 大名富士って言うと、学さんとか、広さんとか思ってるんですけどね。はい。実はこの馬はもともとサッチ、そうです。サッチさんですよ。はい。サッチ、サッチ、昔サッチで、サッチ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 8回ぐらいサッチだ。んだ。8回ぐらいサッチの時、噛んだ。もう、噛む。はい。以上です。ありがとうございました。はい。 で、えー、森田さんのところってことで、和田龍さんね、うなずけますね。はい、えー、森田さんのところで和田龍さんっていうと、最近のまで言いますと、はい、ラブカンプですね。はい、理解しましたかありがとうございました。そうです。森田さんのところ、大名プリンセス、大名富士、ラブカンプと、はい、ね、去年ぐらいか、はい、スプリントに逃げしましたね。ここら辺が走るんで頑張ってください。はい。で、えー、もう一度ドクチボーブを追っておきます。 はい。チラッと紹介しました。えー、誰やったっけな。あいつは誰やったっけなえっ、ー、と、2年前の。あ、そう。ヒルノネバロ。はい。言いましたね。不人気からちょっと前線マン。やのに、今回人気出ないまね。逆パターンね。こちらを調べてみると、一と特注が出てきたんで紹介します。いはい、えー。このままでしょう。はい。タイムトリップですね。これが面白いんかな。うん。 で、えー、さっきねヒロデーバルをね8番人気4着で前線したんですけどうんまあそれ考えるとロードクエストとか面白いままおったんですけどただロードクエストとかレベルになるとやっぱり結局人気出ちゃうんかなと思ってうんで今回もしね、えー、その同じ条件人気が出ないんやったらタイムトリップかなと思ってますちょっとロードクエストとかロジックライトとかレッツゴーズけ人気出たんで、まあ、人気出るまが嫌い嫌いで変わんってことないんですけど面白いなタイムトリップかなと思ってます はい前走1600の条件勝ちましたけどまあさっき言ったそのねえ2二気からの前線ということでまずそれが条件なんとでこのま個別個別っていうかこのま自身見てみますと歴史士たどりますと函館にサイステーク3着であとはカナステークスとそのあとそんなね実力出てなくてクロッカスをっただけなんですよ。 うん、そこからニュージーランド等と NHK マイル、えー、CBC 賞、えー、いろいろ受賞走れましたけど、えー、この半球杯の休み明けの8ヶ月明けの半球杯以外はまともまっこ走ってませんね、えー、マイル路線の格上千、えー、2の格上 はい、あとオープン走りましたけどマイルあとダート走らされる戦直走らされるローカルのスプリント走らされるはいえー、ベストに近い戦を走られましたけどこれは休み明けの5ヶ月叩きたたき台はいでようやくようやくもともとのねこのクロッカーステークストートで勝ち上がってきた戦4 ようやくこのままのベストの条件をようやく最近、もうようやくしか言ってない。ようやく走らせてくれました。ありがとうございました。はい。2走前、ファイナルステークス。はい。ようやくこのままらしいね、とこ走らせてくれた何年かかったやってぐらいタイムトリップ はっまあ、そんな感じではい。スタートしましたってことで。ただ、ここね、えー、見てください。一目してください。オレンジの15番でスタートしました。中でここでね、スタートの時にちょっと挟まれたんです、最後ね。はい。えー、ちょっとね、ピンクの帽子のまたを接触しまして、最高方からでありました。ちゃーっと思って、タイムトリップさん挟まれて、対抗方。この時点で生まれる気ないんかなと思ってたんですけど、そんなことありませんでした。タイムトリップさん。 えー、まあ、えー、縦長で非常にある意味苦しい展開なんですけどタイムトリップさんはいここいますねはいひるんだ最高峰からのスタートです内回りの阪神戦用でどのパフォーマンス見せるんかなと思ってまだまだ絶望的な位置最高峰ですよねうん、はい、ここからですね 絶望的な最高峰。しかも、阪神の内回り、厳しいですよね。はい。もう、すでに、7番のフィアロノ・ーマルがね、前です。もう、さばいて勝ちに行ってるところなんですけど。はい。えー、明らかに前がね、えー、止まらんかったんですけど。はい。1頭すごい足ですね。これね、あんだけで遅れて、なんと最後、大々大接戦。2着クラス大接戦。4着これはびっくりしたけ、ね、ど。えと思って。強い声ですと思って。はい。一頭上がりが次元違います。34秒8ですって。うわ、ん、クソ早いと思って。はい。 えもう山勝グレース2着馬から4着馬で、ね、頭鼻ですから素晴らしい成績です何だけ出遅れたらお、まあ、そんな仕つかへかいっちゅうくらいですね。ありがとうございます。で、ようやく前走勝ちました。岩地ビルズで X レッチしかもレッドアンシャルに勝ったんで結構え収穫大きいと思いますよ。はい、タイムトレップうちの4番です。うん。で、まあこのままね2走とも出遅れ、出遅れていうかスタートあんまよろしなくてゆっくりなんですけど。うん。 まあそれはそれはいいと思ってます。えー、今回半球杯でスタートかければなおよしなんですけど、まあ折り合いはある程度つく馬なんでね、うん、まあ、スタートゆっくりやし、はい、えー、かかりいたいすることあんまりないと思われるんでよろしいと思います。はい、えー、京都外回り、こちら専用ですけど、まあ外回りの京都なんで、はい、最後の末足なんですけど、うん、こちらも外持ち出していい足ですね。うん。えー、スイッチ入って てからのの足足ちちちょっっっっとやっぱいい、えー、いいでですすすねあの足ぐっちゃぐゃゃなってますもん、うん、いい加速力ですわここれ、うん、これレッドアンシェル差し切れるんやと。レッドアンシェルの勝ちパターンを最後退いたんで。はい。やっぱ最後の足すごいね、こいつね。はい。阪神カップ2走前あのファイナルステークスのようなパフォーマンス出せるんやったら今回もありかなと思ってます。はい。上がり30分3000うですね。レッドアンシェル、えー、ジョイフル、等々とに、えー、しっかり上がり勝ってますし。うん。 なかなか完璧に近い、完璧に近い内容やったんで頑張ってください。専用にこだわろう。かだ、タイムトリップってことで。はい。ようやく1400メートル頑張ってくれましたね。このレースを目標にしたって書いてます。前から目標にしててください <laughs>。先生、前から目標にしていてくださいって言うんですけど、まあ、それでも人気出ないですもんね。はい。頑張ってください。 タイムトリップちょっと面白いと思ってるうんまあ大名富士はまあまあ来ても不思議ないなと思ってるけどはいなかなかとすいません次えっと何やったっけ、えー、あ中山記念いきましょうはい中山記念ですけどはい前回言ってたんがいやでも馬券絡みそうな海外行く前のディアドラさんこちら強いですね 開幕週の中山で前が売りに分かりますけどそれでもねそう言うてクイーンステークス嫌ったんですけど普通に叩きたき台クソも関係ない33秒7と意味やからし足で指してきましたびっくりした次元が違うわいとこれは能力が違うと思ってる今年も違うと思ってる <laughs> はい逆らうことないです安城のめちゃんです逆らわずに行きましょうそのまま海外行ってらっしゃ、はい 逆にチャリドさんが、ベテ戦ンの58キロ、プラス右回り、距離短い、中山、怪しいってことで、このままこそ試運転かなと思ってます。はい、やはり、やはり、このまま向くんは東京かな。んで、このまま海外行くんでしょう、無理させないでしょ、デムちゃん。んまあ、中山の重傷デムちゃん非常に強いんですけどさ皐月賞、えー、ほかほか。中山、非常にデムちゃん強いんですけど、 うん。日で去年ペルシャナイト5着やったし、まあ今年もちょっとこのままで馬券無理やり押してくるかなちとっとデムちゃん的にノーかな今年、今,年は今回のツナブルちゃだ無理かな無理っていうか、うん、多分諦めると思います。うんん、姉妹だすかめるとかそれぐらいかな距離短いしなと思ってます。右回りシーと思ってます。中山シーと思ってます。はい。で、えっ、ー、と、そんな中ですね。はい。印打ったんがウィンブライトタコウホーですね。 はい、まあ、こちら中山校舎ちゅうことってはい連覇狙うってことでね連覇と連勝かな中山記念からの中山金牌からの連勝とはい去年、えー、中山の記念買ってますんではいまあまあまあ文句ないでしょうこのまま中山成績もう言わんでも分かるね皐月賞負けただけですかねはい4201です素晴らしいはい中山では逆らうことはないんでしょうけどね はいえー、っとまあ、えー、ステイゴールドらしく今が旬らしいです去年より旬らしいですはいでも本命にはしづらいかな中山金杯勝ちきっていいなと思ったんですけどうーん去年がね中山金杯負けてからのこの中山記念だっただけに、まあ、前走内容強かったんですけどやっぱこういうの不思議なことにねなんか一回ポカしそうなんでね、まあ、5 8キロ前走違反ですよって勝ったんですけど。 今回来てもまあまあタ単ナまでかな意外と不思議な方にこういう時に勝ちきれないんだよねなんでかねはい人気は美味しいんですよねディアドラさんとか澤部茶さんおんで人気落ちるんで美味しいんですけど意外こういう時はね素直にいかないんですねはいここら辺だ断の偏見ですありがとうございましたまた、あ、これ買ったらまたすいませんよやろうけどな俺ははい でえー、前,走前回特注場エポか道路かと言っててエポか道路かどっちやって言ってたんですけどダービーまで強かったんで、ねまあ、いいかと思復活せんかと思って菊花賞、まあ神,戸市まあ、神戸市場面部から新聞杯すでにもうつまずいたし菊花賞、距離間違えていたし、はいえー、やっぱ本来はっていうと皐月賞スプリングステークス強かったやっぱここら辺ですよね。はい うんえー、小倉の2000のアストラノショーも強かったですしやっぱマイペースで、えー、最後ね実力実力力勝負というかな前捕まえてからのネーバーネーバー競馬がすごかったですねはいスプリングステークスもその競馬でしたねステルビオンにも最後負けましたけどうんもうサツキショーとスプリングステークスもこのパターンでしたもんね、はい、前が引っ張っていってバン手追走で最後先頭をかわしてからのネバるル競馬、まあ、最後ちょっとステルビオンに刺されましたけど はい強い内容に着でしたしうん皐月賞も強かったですよね展開が向いたとはいえでもあのペースの4番手通りやえるんですからねうんこのパターンが好きなんですね戦闘を離してみといてのえー、ねその次の第2第2の弾合の時の戦闘かなうんいいですねうん僕はドールはこの競馬やっちゅうとこ見せてくれました はいまあ、それまではね情景、えー、セアターで花を奪うパターンが多かったんですけど、はい、これが得意みたいです。はいえー、ダービーも強かったねダービーも強かったは逃げて来るなら来いという言えばかりネ、ね、ポコードだったんですけど <laughs>、はい、最後ちょっとワグネリアンという強めに刺されましたけどいや普通にダービーでね今の時代でですよダービーの逃げて難しいでしょダービーで。 はい、並ばれてからねバネバできるこの2着正直勝ちに等しい内容でしょうはい、えー、逃げたまで,でよく頑張ったよねこれねはいちょっと相手が悪かったねはい、えー、で神戸新聞いつまどきと結果書は目つぶってくださいということで今回も本気かなと思ってますうんまあただ戸崎さんのねまたやらかしそうなんでね、うん、どこまでにしようっしょって今考えてたんですけどここまでかなはいはいで えっとですね今、ディアドラ本命、嫌でも来るわって言ってたんですけど、はい、えー、選手に続いてね、ルメちゃん選手、何やらかしましたかって言うとね、不思議なことにね、あんだけ鉄板やったゴールドドリームでルメちゃん乗ってね、やっぱ2着やったんですよ、結局、うん、結局2着やったよ、俺思うて、なんか、あ勝ちきれんなってな、対抗して,てんけど、インィーが本命してんけど、うん、勝ちきれんなと思ってね、今回もね、なんかね、勝ちきれん気化してきたわ、うん、ってことで2着やな、これ。うん うん、変わってる2着でしょう。多分2着やこれ、うん。なんかそんな感じするわ。またなんか勝ち切れん感じするね。なんか,か完全でもな。うん、ウィイブライズとして。うん、はい。で、ね最強怪人やっぱ春先はあんまりまともにね本気出してこない。やっぱり G1 始まってからってよく言いますし。で G1 ですらねフェブラリーックで2着やったんで。うん、ちょっとでも最強怪人がまだパッチリ目が開いてない時にここ中山記念でももしおっておってなるんやったらですね。うん。 去年のウィンブライダーに続いて普通のね、えー、ジャパニーズ機種が一発あるならですね、このまま応援したいと思います。はい、本命一応思い切っておいておきましょう。はい、ステルビューですね、こちらでいきます。山上なんと丸山元気さん。元気 <laughs> 頑張って。はい、ちなみに、えー 同学年、同級生なのかな変形球。あ、ちゃうね。1個したいね。ごめんなさい。すいません。めっちゃ薄づいた。1個したいごめんなさい。はい。えー、所属根本さんとこっとことで、冬山ゃ子さんの一応兄弟子になるのかな。はい。で、えー、この方、今年知ってますね。はい。まあ、去年のステイフェリーもそうですけど、最近調子いいですね。えー、春先、まずフェアリーステークス、中身ババを知り尽くしたフェリーアップーラで勝ちました。あと、えー、先週ステイフェリーで勝ちました。重賞、今年2勝です。素晴らしい。 はい、素晴らしい。はい、素晴らしい。ちなみに中山の全体成績ってそんないいんですかなくないよね。最近が調子いいんかな。はい、中山の方はもうフェアリーステークス分かってましたし、まあ今回ちょっと、えー、また開催変わるんですけど、まあ多分ね、今いいと思う。今多分ね、しょみを言う大げさやけど、狙えると思いまと。はい。で、えー、今回ね、えーっと、 ステルビューはもともとね、お手間が大体外人さんが多かったですよ。ルメちゃんかビークさんやったんで。で、まあ今回ルメちゃんがディアドラ乗るの決まってたんですね、ね役ね。で、ここ押さえに来たんが、まさかのも元気さんやったんですよ。えー、と思って。皆さん多分ね、これはえー、と思ってるはずですわ。なんで元気さんなんてね。はい。外人連れてけえへんねや。とか、いろいろ多分皆さん意見あったと思います。うん。まあでも、えー、それ組でもね、さすがにね、 えー、いくら元気さん連れてきたからといって今回やる気ないやろってことたまにないと思いますしで元気さん自身ねはいここ抜擢大抜擢受けて今燃えてると思いますえー、多分ねこれまあ多分ここの、えー、救出サイドが読んだと思うんですけどうん、えー、今多分乗れてる若手騎手やったらこの方ちゃうんかなっていうぐらい多分評価を受けてるはずなんで今ねはい先週に続いて重症勢い頑張っていくって。 で、えー、ステルビオ自身は、ステルビオ自身は、まず、まず、えーね、サウジアラビアとアサヒカイ2着でダンノンプレミアムに負けただけですし、ね、この時期ダンノンプレミアムを確変中だね。で、スプリングステークスしっかりアポコードルさっきの競馬で勝ってます。中山戦8問題ありません。はい、サツキショー4着、これ展開無観か,かった4着ですけど、上がりしっかり最速使ってます。 はい、で距離考えたら1008がベストですわなから記念ベストですわ毎日王かも1008で2着はいこのレースも強かったですなはい普通に普通に強かったアイアリッドがほぼ完璧なレースしててまあ2着で敗れたけどさはい、えー、ね一応か冠開幕週ですよ東京のはいうち有利なんですけどうん外からようこの上がり使えるなお前って っていうぐらい、ねはい、もうらねロードカナラさん暮らしいテニスのスピードですよこれアイロリッドがちょっと完璧なレースで負けてもうたんですけどまあ普通に考えたらこれも勝ちに等しい競馬やったんではい強かったあの外からのさ合脚はちょっと強かったと思う33秒に分かないとねはいすごいと友達さんでこの時の相手がね14、ね、バのアイロリッドだと奇跡でしょ1ン番はいねこの相手にも頑張ったと思うこの2着はすごいと思ったうん ね、この4前世紀の4歳相手アイロイトと奇跡かはいこれはちょっとさすがに強いと思うだねうんでその後、まいちゃん勝ってますんでねはいここもベルシャンナイト RY に等々倒してますんで勝ちにも倒してますんでここも強かったと思いますうんで、まあ、どっちかというと舞ちゃんの競馬よりやっぱ舞長官とかのやあとスプリングステークスか競馬の方がやっぱ強かったで えー、今回もう一個言っておくともうちょっと勢いある理由としてはここですねはいえー、はい馬主がのサンデーレーシングってことではいこのサンデーレーシングノーザンハムコンビあれと思ってそうです最近確編中ですよね全体成績見てるとね今年パッとしないんですけどサンデーレーシングさん目立ちますよね最近ねはい、えー、今年まずダンビュライトで買っ なんですねここをねダンビライト1回注目しとってここもちょっとまともにシュルシュってたらね多分ね今頃バンバントいてんですけどワッシワッシではいこのね <laughs> サンデーレーシングさえね、えー、もう真珠サンデーレーシングと新宿しといたらはいクイーンカップクローンジェネシスで一着まあこれは強かったですはい選手も来たねこれやばい最近2月になって学園中やねデアレガールとリナーテやろうあちゃ じゃあなんとサンデーノーザン2頭でしたありがとうございました <laughs> サンディアレガールとリナーテここのワイド顔だけで何倍や10番15番ワイドなんと5千0のレベロプシンおーいすごい <laughs> サンデー2頭でこんだけつくんかいじゃあ今週のサンデーはちゅうとはい半球杯に はい、えー、サンデーノーザンが多分おらんのよねおらんねんそうやねおらんねんってことはもう中山記念のサンデーノーザンっていうと外バば2頭しかおらんかってステルビオか、えー、万が一来たらごめんなさいのラッキーライラックなのねラッキーライラックが来たらまあ抑えとこか一応。 またここで決まったら俺お,お腹痛いもんなーラッキけえでも強かったんやで、ね。強かったんで。オルフェーブルサンクってなんかさ、総熟系とか言われるけどさ、いや、待って待って、ポコトロもそう言われてるけどさ、ちゃん熟系じゃないんやって。ちゃんとね、走らされてる舞台がね、クラシック予選から赤いのに見えるだけで、またもどん、自己条件戻ってきたら頑張れるんやと、オルフェーブルサンク多分やで、ね。ん、た、たぶんやねたぶんやで、ね。週刊誌発射だけやろ、結局休みだけで。なそれだけで人気ないの なめられてるやろ、お前。オークスさ着やぞオーカーションいいチューリップ一着やぞ。ジュベナルフェリーズバイトとか、違うんやとお前。なめられてるやろ、はいや、ラッキーライルク、50秒8の一気につきあんす、頑張ってください。53キロあるんで、別に先、秋4歳やからな。うん。はい、ということで、ラッキーライルクも負け,おまけですし、やけど、印を取っきましょう。はい、これもしてきましょうか。まあ、ステルビオとラッキーライルクで決まった俺は多分喜ぶわよ。一番喜ぶこれ、またサンデーノーザーやでわー、ワイド10倍以上確実につくやろ。10倍で済まんな、10倍済むかな、10倍ぐらい。 なんと11頭か。ステルビオ、えー、とね、でもね、あれやね、サ、えー、ウガリチャードとディアドラとウィンブライドが人気出そうやから、えー、ポカドロも人気出るる。ってことステルビオとラッケライオがそんな人気出いのってことワイド10倍以上絶対つくやろ。絶対つくやろ、これ。頑張ってください。ちょっと待ってない、ポカドロかい。ポカドロもいいや、面白いもん。うわー、これ甘い歌な、5等か。頑張ってください。ラッケライオとステルビオのワイドめっちゃ書いてあるけど、そんな簡単に決まらねえよな。 無理か。さすがに過ぎたか。ノーザン3で3でノーザン頑張ってください。はい。あとは副社生活候補だけときましょう。うん。えー、まあ最近ずっとチッティしてますけど、まあそれようやく先週連敗ストップちょことか。え、ストップしたんかなんした。したよね、俺。なんか当たったよね。あれ当たってない。なんか当たったよね、あ、ヒアシンスのあれか。バイトブリック。思いました。160円。イエス。 ウィキャン。オッケー。はい。1六4 1600円。32百円が次。で、今回は中途、コクラもトラウマでやめて、何しようかな、と思って、阪神か、ああ、ニガワステークスあるね、と思って、はあ、どうしようと、中山、うん、うん、と思って、はい、えー、選びました。はい。えー、ニガワステークスですね。うん。 ねえー、ここはもうシンプルに何も考えることございません。えー、予想図今出てました。予想図も考慮して、えー、こちらも、えー、と半信、半球杯か。と考え方一緒にしました。うん。ダートって大体ね、えー、あんまり練習することってないんですよね。まあ、同じ条件で連説することありますけど、あんまりないよね。うん。 で、それ考えると、えー、今回は、えー、普通に、えー、前走惨敗し、人気集めて惨敗して、今回人気落ちそうな、はい、こちらですね。前回2番人気の11着の、こちら一応注目していきましょう。はい、テルペリオンですね。こちらにしておきます。まだターゲットは明日の予想、えー、お決まってから、 えー、ターゲット決めます。多分んアングライフェンぐらいが人気出るんで、アングライフェンが押したいなと思ってるんですけど。うん。多分んアングライフェンでしょうね。多分ね、多分人気出るよね。ルメちゃんしてね。はい。えー、テルペインにしておきましょう。これが多分ね、今回予想だと8番2キロぐらいとか書いてるんで、ほんまかなと思ってるんですけど、多分もうちょっと人気出るだろうと思ってるんですけどね。はい。で、そうえー、ね、2番人キロ11着。で、プラス14キロということで、明らかにバタイが緩いやったんで、これは今回チャンス。 はい、松原君で5 4キロチャンスだから人気出ると思ってるんやけどうんでだただではね、えー、阪神2000の実績群まともにないんでもしかしたら距離的な問題で人気落ちるかもしれません、えー、買ってるとこかね結構17008 0 0特に1700やったらローカル小倉福島が多いんでもしかしたらこの阪神2000やったら、えー、人気落ちるほんまにチャンスかもと思ってます結構簡単予想は簡単うん結果は知らんうん 予想調いじ、結果はしらない。はい。54キロ。兄貴出るかな中西やけど頑張ってください。そんな難しくございません、今回は。うん。はい。ということで、事後調査は以上で終わっときましょうかね。また明日、副、え、所、ー、生活と、えー、何だっけノンジューシレースかなでお会いしましょうかね。はい。えー、ご清聴ありがとうございました。